まあ、昨日モネちゃんの僕 CD をね買ったんですけどね。それでまあなのでモネちゃんまたいろんなところでインタビューがねどん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 上がってて、その話なんですけど、昨年のモネさんの音楽活動を振り返るとご自身初のカバーアルバム、あの歌1、あの歌2のリリースで、4年ぶりの全国ツアーやっとこさツアー2021で、故郷で鹿児島でのライブも実現し、年末には NHK 紅白歌合戦も出て、かなり充実した1年だったのではないでしょうかということで、そうですね、かなり目まぐるしかったんですよ。2枚のカバーアルバムはこれまでと比べても聞いていますと言っていただける声がすごく増えて、まあ僕も買いましたからね、それがとても嬉しい1年でした。同時に往年の名曲をカバーするという意味では成長しなければいけなかった1年でもあったし、紅白も控えていて、自分自身を追い込んで追い込んで、自分的には頑張らなくちゃと、かなりピリッとした1年でもありました。まあ、今年の紅白出るでしょうね、でもね。司会だっていう噂もありますけどね。その中でちょっと僕がまた気になったのが、小林武史さんのところですかね。小林武史さんとモネちゃんっていう組み合わせがね、今回の夕日に溶け出してっていうね、曲が小林武史さんじゃないですか。まさか小林武史さんとご一緒する日が来るとは想像もしていませんでした。エンジニアさんも興奮していて、レコーディング当日は2人で震えていたんです。最初にお会いした時オーラが凄まじかったですが、ものすごく物腰が柔らかい方で、いろいろ気遣ってくださって、穏やかにレコーディングを進めることができてほっとしましたと。なんか小林武史さんね、オーラすごいんですね。なんかね、まあまあ、でしょうねって感じがしますけどね。音楽が一番ね、輝いてるというか、金になってた、売れてた時期ですかね。90年代後半ぐらいですかね。そこでもう超売れっ子でしたもんね。この曲はニュース23に合った曲にしたいと、小林さんがテーマに沿って曲を制作してくださったんです。世の中の雰囲気を反映した曲であると同時に、普遍的なものもあり、いろんな言葉にハッとさせられて、自分を鑑みたりと、すごく考えさせられる大きな曲になりましたと。ニュース23のエンディングって歌詞の字幕が出るじゃないですか。あんなにこと素敵な言葉が活字で届くので、私はそれが嬉しくて、こういう形で曲が羽ばたいていくことをすごくありがたく思います。私は歌詞カードを読むのが好きなんですけど、文字になっているとより形にして入ってくるというか、あ、これは漢字なんだ、ここはひらがななんだみたいなところから受ける印象もすごく大きいですしねと。で、実際小林さん前にしてレコーディングはいかがでしたか？最初はガチガチでした。歌い出しが低音なんですけど、多分すごく震えてたと思います。でも小林さんは、俺がいたら怖いでしょと気遣って、レコーディングブースから、小窓から見えない位置に下がってくださったんです。そういうチャーミングさもありつつ、同時にすごく褒めながらアドバイスをくださったりして、最終的にはとても充実した楽しいレコーディングになりました。まあでも小林武史さんぐらいになったらね、歌い手さんのね、上げ方とかモチベーションの上げ方とか相当心得てるんでしょうからね、それはうまいんじゃないかなと思いますよ。もう離れとかはもう半端じゃないでしょうからね、バカズ離れみたいな。これもあるんですよね。7月16日から新たな全国ツアーやっとこさツアー2022もスタートしますと。先日ライブのセットリストを決めたんですけど、すごく難しいと同時にとても面白い内容になりそうで、主となる色はこのネームで生まれた、ちょっと落ち着いたカラーだと思うんですが、そこに今までの曲が入るとまた新しい歌い方にもなると思います。歌手デビューしたての頃に歌った曲を今の私が歌うとどうなるのかという興味もありますし、こうやって少しずつ曲が増えていくことは本当にありがたく楽しいことだなと思いますと。これね、僕の視聴者の方は当たったっていう方がいらっしゃるんですよね、このライブツアーにね。実際に見に行けるっていう方もいて、ミュージカルの方が当たったっていう方もいて、どうなんだろうな。結構最近のモネちゃんのは、ぼちぼち僕の視聴者の方でも当たって見に行けるっていうような声が届くようになってきたんですね。だから去年ぐらいみんな外れたばっかだったんですけど、今年になって当たったっていう声が増えてきましたね。自分の言葉として歌いたいというのが大きなポイントなんですね。そうですね。これはお芝居をする上でも思うことで、脚本家さんが書いたセリフという思惑や思考や感情を自分を通して外に出す際にはなるべく嘘がないように自分のこととして捉えるのが大切だと思っていて、同じことを歌でも表現したいので心からそうだなと思いながら歌いたいです。
そのためにもまず自分が生きることを楽しまなきゃいけないと思っています。そうじゃないと説得力がないですしね、と哲学的な話ですね。自分は生きることを楽しまなきゃいけないと思っている。そうじゃないと説得力がないということか。若いのに深いんですよね、モネちゃんってね。自分が生きることを楽しまなきゃいけないね。まあ確かにそうですよね。生きてることは楽しみたいですよね。僕もちょっとそれを肝に銘じていきますよ。じゃあ今生きてることを僕が楽しいって思ってるかって言ったら、まあ楽しいっちゃ楽しいですけどね。でも、すっごい楽しいっていう感じでもないんですよね。まあまあ楽しいぐらいですかね。もっと言うとなんか最近何が楽しいのかなっていう、楽しさがわかんなくなってきてる自分がいるんですよね。よし、楽しむぞっていう風に楽しくするのって難しいじゃないですか。結果的に、ああ、楽しいってなんなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕のこの日常ってまんまですよ。もう皆さんが見てるこの YouTube のまんまこれだけなんで、変化がないんですよね。変化がないから、うわ、楽しいっていうテンションが上がることもないんですよ。まあなんか変化のあることがあれば、よし、今生きてることを楽しまなきゃ。っていう風なモネちゃんの、ね、この言葉みたいになるんですけど、毎日これですからね、どうしたもんかなっていうところもあるけど、だから僕の YouTube は説得力がないのかなと思ったりもしますよね。なんか YouTuber で人気がある人って楽しんでるぜってなんかやるじゃないですか。楽しんでるよみたいなところを撮るじゃないですか。それを見てはこの人楽しそうだななんていう風に思ってポチッとこう登録するのかななんて思ったりするんですけど、昨日なんだっけな、なんとかって YouTuber が歌手メジャーデビューしたっていう、なんとかって割と有名な若手の YouTuber ですけど、なんか楽しそうだったっすよね。 CD デビューできたって言って歌ってましたけど、まあその人たちが歌うまいかどうかは別として、もう見てる分には見てる分にはこの人たちすげえ楽しそうだなって、まあそれだけなんですけどね。楽しそうだなぐらいであって、僕は別に何の感動もないんですけど、自分が楽しまなきゃって、楽しんでるっていうところを見せないと、その作品自体に説得力はないっていう、このモネちゃんの言葉。これちょっと僕は今、大事にしてこれから考えてみようかなと思います。でも難しいなと、これ、このテーマは一番僕は今難しいなと思ってます。